台湾で結成された超人気アイドルグループ F4 の一人ビッグチョーさんが今年初め主演映画の特別上映会のため緊急来日。その映画とは2010年台湾で大ヒットしたラブコメディ1万年愛してる。 Made in BS Japan アジア好きをご覧の皆さん、こんばんは。僕はビッグチョーです。こんばんは、加藤優希です。今回なんとビッグチョーさんとこの映画で共演した女優加藤優希さんが味好きの独占インタビューに答えてくれました。そこでチョーさんが演じた日本女性と恋をする台湾男性の役にちなんで、日本人女性との恋愛ってどうなの、ズバリ聞いてみました。非常好。日本女生应该是全世界所有男生公认最有礼貌跟最体贴的女孩子了吧。其实我本来就没有去设限自己要跟什么样语言地区的人谈恋爱，如果有机会的话，我觉得真的也是不错的选择。像他，さすがはスター、優等生の回答。では台湾男性の印象は？私は逆に台湾の男性は日本の男性も優しいんですけれども、優しさの種類が違うというか、カバンを抵抗なく持ったりだとかっていうことがあるので、素敵だと思いますね。映画ではお互い一目惚れに近い形で恋が始まるのですが、実際にそんな経験をしたことは？现实生活中的我还蛮喜欢一见钟情的感觉，这种感觉很刺激，对，你会充满很多很多的幻想，所以我就常常会不小心就一见钟情谁了，对。またこの映画で張さん演じるチーホンはとってもだらしない性格。張さん本人はどうなのか突っ込んでみると。当然比较好。我应该不会说我在现实中也是很杂乱的人。最後に皆さんにお年玉としてこんなメッセージをいただきました。所有日本的女性朋友们，男性其实也可以，请接受我给你们的祝福吧。大サービスの投げキス、ありがとうございました。Made in BS Japan、アジア